皆さんはキノコの山とタケノコの里どっち派ですか？僕は若干、本当に若干、本当にほんの少しだけ、マジでほんの、はい、どうも皆さんこんにちは。今回やってく脱出マップはキノコの山からの脱出です。キノコの山からの脱出、謎解き汗蓄隙間、この先タケノコの里憲法を通用せずということでね、タケノコの里派の皆さんはブラウズバックしましょう。レッツゴー。ここは一体どこだ？確かタケノコの里へ帰る途中だったはず。とにかく脱出するしかない。ん？タケノコの里へ帰ると、いや僕タケノコ側じゃんこれあ、そういうこと？あ、やべえやべえって言っても別に何もないんだけど、裏切った気分だわ。じゃあ、お、チェストあるね。日記帳、迷い人。キノコの山の敷地内で確認された、タケノコの里の人間を捕らえた。どうやら山中で道に迷いここへたどり着いたようだ。傍らには大量のタケノコを抱えている。なんと気柄らしい、気柄らしい、気柄らしい。キノコはタケノコに比べてチョコが 1.4 倍も多く含まれているというのに、いずれにせよこの人間を生きて返すわけにはいかない。 1.4 倍ね。結構キノコの方がチョコ多いんだね。それ知らなかったわ。お、ヤジルスイ、これはこの上のやつかな。これがオークで、白樺まではわかる多分ジャングル、白樺、オーク、アカシア、ダークオーク、じゃあ松かだと思うんだけど、これはどういうこと？文字数なんかな。ジャングル5 54342。え、あ、やべえ、54342、文字数なんか違うよねいやー、なんかボタンあるよここ。え、おい54543685438かな。奇跡的に543まで一緒っていう話ある。ワンチャン、あ、違います。こういうこと？これあのマジでさ、何がな、あ、オッケー、来た、やっと。キノコの鍵、樹皮を剥いだ頭皮の原木。レッツゴー。おっ、うわ、キノピオハウスがいっぱいある。あ、これ入れる家探すのか。あ、待って、お、チェストある、チェスト。黄色の羊毛、これあれじゃん、ここじゃん、ここ。ここだけ羊毛だと思ったんだよ、今歩いてて。おじゃマップ。黄色のコンクリート。あー、これは多分、そうだね、全部の家入るやつかな。かまどには何もなくて、燻製器も何もない。じゃあ、荒らして逃げようぜ、どうせなら。あぶねえ、トラップがある家だ。ここは下入ればいいのか。的を射抜けば扉は開かれる。あ、あ、どっかで的を射抜いたら、あそこが開くのね。オッケー。了解した。じゃあ、一個ずつ下っていくか。はい。望遠鏡。どんどん荒らすぜ。お、日記帳。あの場所から。どうやら昨晩、タケノコの里の人間が連れてこられたらしい。あ、これ、この家の人の日記帳なんかな。食感にこだわってばかりの人間と同じ空気を吸っているような心地で、どうにも気分が悪い。ひどい言われようです。タケノコの里派の人間の人は。それにここから少しの場所にタケノコの里が存在していること、それ自体が許せないんだ。これもデモするべきだ。もはや、頭の中で名前を思い浮かべることも、にも嫌悪感がある。違う。嫌悪感じゃねえ。嫌悪感か。まあいいや、なんでも。嫌な思いするみたいな感じですね。で、迷い人は敷地の外へさっさと始末してほしい。今その迷い人がお前の家を荒らしてる真っ最中だ。よいしょ。
日常警備の強化を。キノコの山の敷地内で侵入者が確認された。きっとスパイか何かに違いない。皆で話し合った結果、今夜一斉に見回りが行われることになった。キノコの山に侵入者を残すのはどうかと思うが、見回りが終わればさっさと始末してやろう。みんなの準備が整ったよ、出しっぱしよう。あ、ってことは今みんなキノコの里の、タケノコじゃなくてキノコの山のみんなは見回りをしてるのか。僕が湧いてきたことで近くにタケノコの里の敷地があるから他にもいるかもしれないと。これ多分人参付きのさ、あの釣り竿でさ、豚と一緒に行くんじゃない、あっちまで。どんどん行こうぜ、帰ってきちゃうよみんなが。ここはまだ関係なさそうだね。ヘイエリトラ。おお、これ逃げるやつか。マイクラ自体の話なんだけどさ、エリトラってマジでゴキブリに。あ、来た、人参付きの棒。でここが多分ユミンとこかなっぽいですね。あ、すごい早いじゃん。あ、トライデント撃つは適当に。はい、おいー、あ、そうか、別にこれあれか、あそこが開くわけじゃなくてあっちが開くからあそこは開かないの、もしかして。ここだったよね。あ、とりあえず豚から行くわ。やっぱり、あ、めっちゃ下集まってきた。なんか残念ながらこいつが選ばれし豚なんだ。よし、完璧、一発で。キノコの観察は、おい、バカバカバカ、あぶねあぶねあぶね、何してんのお前。キノコの観察版エメラルドブロック、あれじゃね、ちょっと待って、あれじゃね、絶対あれじゃん、扉んとこ。絶対これだよ、絶対これ。ほらー、でこれ、あ、ここがエリ、あ、やべべべべべ、ここがエリトラか。あ、違う、ごめん、ボタン間違えた、ボタン間違えた。奇跡重なってないですか。こっちだ、こっち。へい、こっち、こっち、いける、おいー、カーズは2個目。おいおい、すばら、まだだったわ、ここ。オッケー、え、あ、時間差ナイス。オッケー、これで3つ目。いや、最初のさ、あのボタン探すのが一番難かったわ。これが樹皮を剥いだ頭皮の原木。よし、脱出だ。ちょ、逃げろー、逃げろー。俺は全速力で森を駆け抜けた。キノコの山とタケノコの里の戦いはまだまだ終わらない。あ、まだ終わらない。ゲームフェア続く。ありがとうございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。これはね、あの今続くって書いてあったと思うんですけど、ラストのあのこの本に。で、あの、タケノコの里からの脱出。だね、これがキノコ。そうだ。タケノコの里からの脱出もあるので、多分そっちが、キノコの山の人になって逃げるやつなのかな。だから僕の本命はね、まあ、一応そっちなんで、続編もやるんで、よかったら見てくれると嬉しいです。バイバイ。